岐阜のチャンスは続きます。いや、いいとこ抜け出した。これはどうだ。いや、うまい。均衡を破ったのは FC 岐阜、24番変わったばかりの難波でした。チームの得点王がやりました。いやー、すごい、いいシュート、一瞬でしたね。そうですね、まあ、それも終了90分のもう間際でした。1分を切ってました。ここもやっぱりね、裏へ背後への抜け出しですよね。このシュートも難しいヘディングでしたね。でも自分の中ではイメージがありましたよね。はい、23番の小野から変わったばかりのナンバー、ここを変えただけですけど、